しコメント欄でカルさん最近黒が多いけれどお疲れっていう風に聞かれてしまいました。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、少しコメント欄でカルさん最近黒が多いけれどお疲れっていう風に聞かれてしまいました。はい、ですので今日はね、今着ております、そしてこちらにも結構はっきりとした色を並べていますが、はっきりとした色を着るときにどういうようなコーディネートをするとよりおしゃれに見えるかというところをお伝えしたいと思います。こちらね、先日のライブ配信の時にも着ておりました、仕事きっちり酒井っていうような、あの、はい、今日嫁氏のセーターどこですかって聞かれて、はい、どこでしょう、ヒント、仕事きっちりというようなフレーズを歌って、はい、皆さんシーンとさせてしまったのは私です。酒井のね、何年前かな、2年ぐらい前、3年ぐらい前で購入したサマーセーターなんですね。で、意外とこれサマーセーターって言いながら秋口とかも私冬初冬ぐらいまで結構着たりとかします。で、今回ね、私いきなりこの話から話が振るのもちょっとおかしいですけれど、こういうはっきりとした色を着る場合、私はなるべく濃い色もしくはね、はっきりとした色っていうものを一緒に合わせるんです。で、今もそうなのね、デニムって基本的に割と何でも合うんだけれども、このピンクに合う色は同じぐらいの強さを持っている色じゃないと負けてしまいやすいということもあるのね。で、かといって今ここ私白いベルトしてますけれども、この下に直接ねこの濃い色が来るとすごく冬の印象になってしまうので、ちょっとここにセパレーションを入れて白を持ってくることによって少しだけ明るい感じ、冬ではなくて春だよっていうところに持っていってますし、足元もねスニーカーにして白いスニーカーにして軽く見せています。で、色をコーディネートする際に季節っていうものもね考えなければいけないので、できたらねこういうはっきりとした色の場合、なるべく白っぽいものを持ってきたりすると爽やかになるし、逆に言ってこれぐらい濃い、まあ、黒でももちろんいいんですよ、いいんですけれども、すごくしつこい感じになってしまったりもするんです。でもしくは本当にもっとこれぐらいはっきりとした色を持ってくるっていう風になってくると、ものすごい派手な人っていうような感じも印象として与えてしまいがちなので、ね、で、前にもこちらのCS の投票っていうものをねご覧いただいたことがあると思います。はい、今私が着てる色っていうのはだいたいこの辺りに属してるんですね。はい、ここにいるのが、まあ、純色って言って本当にあのもう絵の具をそのまま出したような感じの色なのね。で、私が着てるのがここら辺だとしたら、合わせやすいのって言ったらどこなのって言ったら、だいたいこの縦のトーンだったりとか、それからそうですね、まあ、基本的にはこの例えばこのビビットだったりとかストロングが一番合いやすいというと、この無彩色のところっていうのが一番合いやすいは合いやすいの。でもさっき言ったように白とかね、それからこのダークグレーとかだったらいいんだけど、ブラックに行ってしまうとなんかすごくしつこいとかなんかくどい感じがする、季節によってはすごい暑苦しい印象を与えたりとかしてしまいかねないのね。なのでもしこういうはっきりとした色を合わせる場合、今私が着ているようにね、スタンダードなベーシックカラーっていうものを合わせることによって、割と皆さんが馴染める目に入ってきやすいような状態っていうものを作るので、割と紺だったりとか、それからベージュまでいかないかもしれないけど、まあ、これぐらいの色だったりとかで、ベージュなんかの濃い色になってくると今度また秋冬っぽい印象もあったりとかするので、まあ私が合わす場合は紺だったりとか白だったりとか、このダークグレーっていうものを合わせます。で、あの一番ねバックで困るっていうところもあると思うんですよ。割とはっきりとした色を着る場合、バッグどうしますかとか靴どうしますかっていうふうにご質問される方が多いのね。で、私は前にもお見せしてると思うんですけど、今日こういう感じで、はい、黄色いバッグで来ました。で、私みたいにどんな色を着てても全然 OK っていう人はいいんですけど、多分パッとすれ違った人はギョッとする可能性もあるじゃないですか。ただもしここにいきなり薄いトーンの違うイエロー、ここで言うとしたらね、
こういうようなイエローを持ってきてしまうとちぐはぐな感じになってしまうの。なのでもしこの私が今例えばこれが私の今色だとするじゃないですか。そしたらこの中にある色を合わせるのが本来はいいんですよ。で例えば今私はそれでここだと結構カラフルすぎてしまうのであえてデニムのちょっとこのねあたりの色を選んでるじゃないですか。であとはバッグで選ぶとしたら先ほどの白だったりとかあとは、私はこの黄色をね選んでるけれどもここかな選んでるけれどももうちょっとそうね紺に持ってってしまうとかバッグをあとは思いっきりシルバーそれからゴールドっていうところに持ってくっていう手もあるの。意外とねこれ困るのね。多分はこの番組をご覧になってる方々はこういう多分バッグとセーターなりの合わせ方っていうのは気にならないかなっていうふうにも思ったりもするんだけどまあ無理強いはしないでおきましょう。ですので基本濃い色には濃い色を合わせる、はっきりとした色にははっきりとした色、もしくはこういうね白だったりとか無彩色のものを合わせていくっていうのもおすすめしたいと思います。それからね、私前にもトーンを合わせるって話をしたと思うんですよ。トーンっていうのはさっき言ったこのね、これ同じトーンなんですね。これ同じトーンなんです。これは、ソフトならソフト、ライトグレーシュ、グレーが入ったトーンだったりとか、鈍いとか、これ同じトーンの色なんです。だから基本的にこのトーン表の中のもので選んでいく、この中で合わせていくっていうのがベストだっていうことをもう一度ぜひとも心に刻んでいただきたいなと思います。で、なるべくこの濃い色にはこういうものを合わせてしまう。いくらね、例えばブルーって言ってね、ブルーのその同じ色味だよって言ったとしても、同じ色味だけどトーンが違うから、これと合わせることによって、すごくちょっとダサっていう風に見えてしまう可能性もあるわけ。いくら同じ同系色といえども、あまりにもトーンがかけ離れていると、少しだけ、みたいな印象になってしまうので、ぜひともこのね、同じトーンの中でお洋服を選ばれるのがいい。前に私同じセーターと靴下と微妙に例えばね色をこのこれとこれとこれっていう風に同系色の中でトーンを変えていくってだったらいいんです。ただ全然違う色で全然違うトーン全然違う色で全然違うトーンっていうのがもう最悪っていうような色の選び方になってしまうのですので何度も言うけれども同じトーンの中で色を選ぶっていうことをぜひやっていただきたいと思います。ちょっとこれご覧いただきたいんだけれどエルメスのスカーフ、はい、彼でこうやってねご覧いただくとまあ多少の濃淡はあったとしてもはっきりとしたブルーにはっきりとした黄色こういうものを基本的にエルメスなりちゃんとしたブランドあのセンスのあるブランドっていうのはこういう色の使い方をするんです。でもう一つ同じくこれもねエルメスですけれどもこれはね本当にベージュグレーオフホワイトというようにやっぱりトーンを合わせてるじゃないですか。でそういう意味でね例えばこのベージュのだとしたら大体このペールだったりとかこのライトグレーシュだったりっていうこの辺りに属してるはずなんです。だから全部同じ色味同じトーンのものを使っているからマッチしてるしこちらはこちらでこのねストロングのところを使ってる黄色もそうですよね。はいこのストロングのブルーだったりとかストロングのイエローを使ってるっていうことでまとまりが出てくるわけですのでやはり残るブランドだったりとか、センスのいい素敵な商品を使ってるブランドっていうのは色というものをちゃんと考えて皆さんが使いやすいようにそれからちょっとなんか変だなと思うようなことを感じさせないものをちゃんと作ってるっていうことをぜひとも覚えていただきたら嬉しいと思います。はいというわけでねこちらにちょっと話を移していきたいと思います。さっきグレーの話しましたよね。これはワンピースだけれどもフォクシーのワンピースかな。はいフォクシーのワンピースなんですがどうこういう風に持ってくるとそれはそれで合いますよね。もうほぼほぼ黒に近いからで、グレーでこの赤だと赤というかピンクだとやっぱりちょっと明度の差が激しすぎるのでちょっと暗い感じがするんですね。でもちろんこれも明度はそんなに変わらないんだけれどもやっぱりデニムって
っていう素材だったりとか、一色じゃないわけじゃない、この下に少しだけ白っぽさっていうのも少し出てたりとか、それから私がここにセパレーションしてるっていうところで、なんとかこううまく暗くならずに済んでるわけね。それからやっぱりこうやって白を持ってくると、それはそれで、はい、白って何でも合うっていうのももちろんありますけれど、今これからのね、春夏の時期にこの白いものとはっきりとしたものを合わせるっていうことで、もう爽やかな印象、全然だってもうこうやってご覧いただいただけでも分かりません。はい、今暑苦しそうだなとか暗い感じがするな、でもこちらだと爽やかだなっていう風にね。なので暗い色、黒い色なんかっていうのは何でも合いやすいけれども、季節も考えなければいけないので、暗い色を、黒色を使う場合は結構ね、全部黒でまとめる方が夏なんかはいいの。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんね、黒を着る時の注意点、それからはっきりとした色を着る時の注意点、ぜひともご参考いただけたら嬉しく思います。はい、まとめてみますよ。はっきりとした色を着る時は、このように紺だったりとか白だったりとか黒だったり、季節にもよるけど茶だったりというベーシックカラーっていうのも一緒に着るとよろしいです。そしてあとは季節によって爽やかな印象を出したいときは白っぽいもの、そして冬だったりとか落ち着いた印象を出したい場合は濃い色を合わせるといいけれども、明度が違いすぎるとそこでちょっとこう激しい印象になってしまいかねないので、何かしらのセパレーションのものを間に入れる、あとはバッグなどを持つときは同じトーンで合わせることをお勧めしたいと思います。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと、いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。